マダラの騎士像は、ブルガリア北東部主面州の主面の東、マダラ高原の崖に刻まれた中世初期の巨大なレリーフである。1979年にユネスコの世界遺産に登録された。縦2.5メートル、横3メートルという巨大さも、去ることながら、それが周りに足場のない地上20メートル以上の高さに刻まれている点に特色がある。 制作方法等は未解明である。レリーフは高さ100メートルの断崖の地上を23メートル付近に刻まれている。騎士は右向きで馬の足元に横たわるライオンに槍を突き刺している。わしが騎士の前を飛び、犬が騎士の後ろに従っている。この情景は象徴的な形で戦勝を描いているとみなされている。この記念碑は710年頃に描かれたと。 推測されているが、これはつまりブルガール人のハーンであったテルベルの知性化の政策であることを意味する。そして、この線で理解した場合、描かれている騎士は、テルベル自身で7世紀末にブルガリア北部に今日定めて、現在のブルガリア人に連なる、土着のスラブ人たちと交わったブルガール人たちの遺産であるという仮説が指示されることになる。ただし、後日の碑文の問題から、 もう少し時代を下らせる見解があるほか、古代トラキア人に結びつけて、トラキア人の神を描いたとする仮説や、セーゲオルギウスを描いたものだとする説などもある。この騎士像の周りには、中世のギリシャ語で三つの断片的な碑文が記されている。それは、この時期のブルガリア史を考察する上で重要な情報を含んでいる。ブルガリアの古典学者、ベセリーン・ビシベリルとその著。 ゲンブルガリア人によれば、三つのうち最古の碑文は、テルベルのもので、騎士像もその頃に描かれたものだという。あと二つの碑文は、その後のファンのクルムとオムルタグに関わるもので、在位の順に刻まれたのだろうという。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。